今日のお洗濯情報をお伝えします。こちらは幕張の空模様ですが、雨は上がりました。朝早い時間に雨降っていたものの、現在は雨上がっていることがわかります。ただ雲は多い、どよりとした空模様ですね。この後お天気回復に向かうのかどうか、今後の予想を確認していきましょう。こちら全国の天気分布予想でお天気の移り変わり確認していきます。前線の影響により関東から西側のエリア雨が降っていましたが、前線南下とともにこの後次第に雨は上がっていく予想となっております。日本海側から次第に日差しが戻りまして、日差し届くところもありそうです。北陸から北日本にかけては1日を通して日差し届く予想となっております。それではここからは今日洗濯外干しできるかどうかアイコンで見ていきましょう。北日本から北陸にかけて穏やかに晴れて、お洗濯外干し OK アイコン採用されております。札幌にわか雨の可能性ありますので、空模様の変化注意してください。関東から西側のエリア雨が降る午前中はお洗濯難しいですが、その後晴れてきます。大阪や広島では午後はお洗濯 OK となりそうです。関東、東海、西日本、太平洋側などは雨上がった後も曇り空、少し雨の降りやすい状況長引きそうということで、心配アイコン採用されております。今日はお洗濯部屋干しの方が安心です。以上、今日のお洗濯情報をお伝えしていきました。お天気アプリウェザーニュースからは最新の情報とともに、詳しいお洗濯情報も確認することができます。